さあヒーローインタビュー、ヒーラーインタビュー、本日はマシモ良平くんのご自宅にお邪魔しております。こんばんは。改めましてマシモ良平さん、本日は合格おめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。まず率直な感想をどうぞ。まああれかな、まあやればできるんじゃないかな、うん、なるほど、これ、ね、やればできる、やればできる子って言われてますから。なるほど。お母さんにもよく言われてた。あ、言われてましたか。はい、いやだけど今回緊張したんじゃないですか。いや緊張しましたね。緊張しましたか。そうですか。まあねえ、マシモさんを見習ってね、今後また受験してる人もたちもいますけれども、何かこう後輩たちに向かって何かメッセージありますでしょうか。お、まあありますよ。何でしょう。まあね、あの努力、努力すれば結果は本当についてくる。ついてくる。重いですね。深いですね。マシモさん、毎日何時に起きて勉強してたんでしたっけ。8時。普通じゃないですか。むしろ遅いよ。遅いよ遅いよ。本当は5時。本当は5時起きでね。5時。もう眠かった。いやでもね、努力は報われましたね。じゃあそんなことで最後、この YouTube の読者に向かって何か最後一言お願いいたします。まあね、本当にね、ちゃんとやればできるんだよ。お前も。はい、どうもありがとうございました。